長さん、こっちだよ。今工房で待ってもらってるから。いいよこれくらい。私も普段は工房にこもりっきりだからね。たまに来客の対応とかすると気分も変わるしね。そうだね、そんな人がいるなんて初めて知ったよ。蜜剣の組織だし、いて当然といえば当然なんだけど。どうだろうね、本人見たらきっと驚くよ。それはあってのお楽しみ。さ、着いたよ。この扉の向こうでお花見衆専属鍛冶師天目みかげさんがお待ちです。あの突然来てしまってごめんなさい。はじめまして。天目みかげと言います。みかげさん、こちらがさっき話した隊長さんだよ。はい、ありがとうございます。あのこれからしばらくお世話になります。ふつかものですが、よろしくお願いします。それでその突然来てしまいましたので、私のことを知ってもらうためにも、これ私の鑑定書です。すいません、人と話すのがその苦手で。隊長さん、そこは多めに見てあげなよ。職人って個性の強い人多いからさ。すいません。まだまだ精進が足りず、お恥ずかしい限りです。いや、逆だよ逆。すごいよこれ、刀剣に関する技術全て網羅してるじゃない。鍛冶だけじゃなく研ぎもできて、はばきも鞘も束も作れる。その上彫金もできるんでしょ。これってつまり御影さん一人いれば全てが賄えるってことだよね。さらに蜜剣さんの調子も見ることができるなんて。はい、一応はそうなります。もうね、さすがとかすごいとかで終わらしちゃいけないくらいすごいよ。でもなんでそんな人が明治館に。その副司令さんから連絡を受けまして。現在明治館に所属している城泉正宗さん、桑名郷さん、郷義満さんの様子について。いたって普通な感じだけどね。副司令からは最近その3人の御霊の力が急激に強くなったと連絡が。はい、そのことです。彼女たちの御霊が成長した結果と私は考えているんですが、そうなると一つ問題が出てきます。御霊が急激に成長することで今のこしらえが合わなくなる可能性が出てくることです。はい、詳しくは調べてみないとですが、状況だけ聞くとそういうことが発生しうる可能性が高く。でも
こしらえが合わないってそんなにまずいの？動きづらそうではあるけど。そこです。弥生さんの言う通りで動きづらい。まさにそれに尽きるのですが。尽きるのですが？ミツルギにとって動きづらいとは本来の力を出せないということに他なりません。そこで一度その3人を調べさせてほしいんです。現在の御霊やこしらえの状態を。でも調べると言っても私たちはどうすれば？弥生さんには申し訳ないのですが、しばらくここに間借りさせてください。そんなことなら別に構わないよ。どんどん使っちゃって。そして隊長さんにはその3人をここに連れてきてほしいのです。ありがとうございます。ではよろしくお願いします。ふむ、ここにもあるね。私のこしらえに見られるこのほつれや日々、最近体に感じる違和感と無関係ではないだろうね。城泉や桑名号の動きにも若干のぎこちなさが見られるし、私たち3人にだけ起こってることなら原因は間違いなく。すまなんだひよこたち。お主らは4分の1人前などではなかった。すでに全員一人前の器になっておった。足りなかったのは互いの絆と心の強さ、そしてほんの小さなきっかけだった。その姿は？しかし原因は分かっても理由が判然としない。さてどこまで彼に話したものか。こんな取り留めのない話をしても心配をかけるだけだし困ったね。ん？隊長くん？どうしたんだい突然。遠慮はいらないよ。隊長くんなら大歓迎さ。それで今日はどんな用件だい？わざわざ私の部屋まで来たんだし、色っぽい用件なのかな。なんだそうなのか。遠慮することなんてないのに。私はいつでも準備できてるんだよ。あとは隊長くんの気持ち次第なんだ。さあ。いつも通りとはいえ相変わらず釣れないね。来てほしいところ？何か急ぎのようなのかな。分かったよ。もう少し隊長くんと遊びたかったけど、そういうことなら準備をしよう。いただいてありがとうございます。天目みかげと申します。お花見衆専属鍛冶師と聞いていたからどんな傑物だろうと思っていたけど、なるほど、これは予想外だね。なんかすいません。隊長さんにも驚かれましたが、この見た目ですので。いや、私が驚いたのはその年でお花見衆専属の鍛冶師ということだよ。相当な努力を重ねてきたんだろうね。いえ、それほどでも、恐縮です。そしてその鍛冶師からの呼び出しとあれば、心当たりがないわけじゃないよ。では、やはり違和感というか。そうだね。違和感の原因についても、具体的に心当たりがあるしね。
ただ理由がわからないんだ。それについてはこれからご説明いたします。まずは今のゴーさんの状態を確認させてください。隊長さんは、申し訳ないのですが少し外でお待ちいただければと。何よ今さら、私と隊長くんの仲じゃないか。一糸まとわぬ姿で隅々まで調べられる私を見ててくれていいんだよ。お待たせしました。結論からお伝えします。ゴーさんの今の状態ですが、端的に言いますと今のゴーさんの御霊と現在のこしらえが合っていません。はい、御霊が急激に成長したことによると考えています。ふむ、さっきも言ったけど確かに心当たりはあるね。それによってこしらえが合わなくなったというなら納得できる。それでこの状態を解消するためにはどうすればいいのかな。現在ゴーさんが置かれている状況は非常に稀な状況と言えます。なのでその解決方法も不明です。それは困ったね。でも論理的に考えるなら、新たなこしらえ、今の御霊にあったこしらえに変えれば状況は改善できると考えられます。はい、とはいえ今の状態も大変ですので。確かに天音さんの言う通りだね。でもこしらえを変えるとなると明治館の制服に着替えるのとはわけが違うだろうし。はい、ゴーさん自身にどんな変化が起こるか、もしかしたら今までのゴーさんではなくなるかも。何分初めてのことなので、すいません。一つ聞きたいんだけどいいかな。何でしょうか。今のままの状態でいることでどんな問題が起きるのかな。どういう意味でしょうか。現状は違和感やほつれなどがある以外は動きなどに大きな支障はない。はい、違和感については慣れるものかもしれないし、もしそうであるなら自分自身が変わってしまう、そんな危険を冒してまでやることなのかな。難しい問題です。でもこの状態でいることがゴーさんにとって良くないということは断言できます。現状は今のこしらえでもどうにかなっていますが、時期それにも限界は来ると見ています。そうなった時、今のこしらえはゴーさんの足かせになります。ふむ、分かったよ。当面私は何をすればいいかな。こちらに新しいこしらえを作るための材料を用意しました。これらの材料に力を、霊力を蓄えてきていただきたいのです。これを持ってマガツキを倒してきていただければ自然と材料に霊力が吸収されるよう術式を施してありますので。分かったよ。では早速行くとしようか。あのゴーさん、ん？こしらえを変えるのは、そうだね、不安じゃないと言ったら嘘になるかな。もしかしたら私が私じゃなくなるかもしれない。そう考えるとね。でも今そんなことを考えても仕方ないしね。できることは協力するよ。これで最後かな。
どうしたんだい、隊長くん。神妙な顔をして。もしかして私の戦いぶりに見とれてしまったのかい？さすがに隊長くんの目はごまかせないね。そうだね、違和感が大きくなってきてる。いつもより動きにくいというのかな。まったく、そんなにいい目をしてるんだから、そろそろ私の気持ちにも気づいてくれていいんじゃないかな。ねえ、隊長くん。まあいいじゃないか。ちょうど今ので霊力もたまったようだし、天音さんのところに戻ろうか。おかえりなさい。指示通り霊力を貯めてきたよ。問題ないと思うけど、どうかな？はい、問題ありません。ありがとうございます。では、こちらをもとに新しいこしらえの原型を作成していきます。はい、本来であればここまでする必要もないのですが、何分初めてのことですので、まずは原型を作成して少しずつ豪王さんに合うように調整していきます。至れり尽くせりだね。こしらえは御剣を形作る重要な要素ですので。そうだね、だから御剣自身への影響も大きい。何でもないよ。それよりその原型を作るところ見学させてもらってもいいかな？どうぞ。面白い作業ではないですが。いやいや、間近で見られることはそうそうないからね。実に興味深いよ。そういうものでしょうか。では始めます。なるほど、知識として知ってはいたけど、実際にその作業を見ると圧巻だね。そう言われるとなんだか照れます。はい、普段豪王さんたちがつけている装束は通常の衣服とは違い、いわば御霊が具現化したものです。その具象はこしらえによって大きく影響を受けます。御剣が遺憾なく力を発揮できるように、それぞれに合った形で具現化されるのです。だから私のこの装束も私の魅力を最大限活かせるような形に、いわば隊長くん好みになってるんだ。ほら、この太もものあたりなんてどうだい？実に君好みだろう。そうやって照れてくれるところ、実に私好みだよ。あの、いえ、それより原型ができましたので。そうだね、これから調整をするということは、まずはそれをつけて動き回ってくればいいのかな。戦闘時に最大の効果が出るように調整をしますので、こちらをつけた状態で任務をこなしていただければと。なるほど。では原型への付け替えを行いますので。でもこれは大丈夫です。原型ですので影響はほとんどないと思います。さて、この辺りもあらかた片付いたかな。問題ないよ、ちゃんと動けているはずだけど、隊長くんからはそうは見えないのかな。まったく、相変わらず君は心配性だな。
つけてる本人が大丈夫だって言ってるんだし、私のこともっと信用してくれていいんだよ。それこそ動筋を許すくらいにね。お疲れ様でした。原型の使用感はいかがでしたか？問題ないよ。違和感もそれほど感じられないし、このまま使っていればじき馴染むんじゃないかな。それは良かったです。しばらく使っていただいてましたし、少しだけでも調整した方がいいとは思いますので、一旦外していただいてもよいですか？一度現状も確認したいので。父さん、なんだい？本当に違和感はそれほど感じられなかったですか？おかしなことを聞くんだね。戦闘も問題なく行えていたよ。はい、それはそうだと思います。確認させていただいた原型ですが、いつも通りの動きができるように、いつも通りの動きをするために想定以上の力がかかって歪んでいる箇所までありました。これはつまりこしらえがゴーさんの動きを邪魔していたという結果に他なりません。これではゴーさんに相当の負荷がかかっていたはずです。辛かったですよね。それはごめんなさい。ゴーさん、こんな状態で戦い続けるのはきっと辛かったですよね。私の想定が間違っていたのかもしれません。今の御霊に合わせたこしらえを作ればいいなんて簡単に言いましたが、そうですよね。そんな大それたこと一朝一夕でできるわけがありません。何か他に何か解決策があるはず。ごめんなさい。私ゴーさんのことちゃんと調べもせず、ごめんなさい。何か別の方法を考えてみます。ひとまず前のこしらえに戻しますので、少し時間をください。本当にごめんなさい。アマメさん、隊長くん、ちょっといいかな？うん、そのことで少し話があってね。見かけを泣かせてしまった。それはいいんだ。隠してたのは私だしね。怖いんだ。うん。こしらえというのは私たち御剣を構成する大きな要素なんだ。それを変えるということは、難しいよね。でもこのままじゃいけないと思う。見かけに辛い思いをさせたままだし、私自身も。そうだね。それでどうすればいいか考えてみるよ。私は今まで安全な位置にいたからね。そうだね。これ以上は詳しく言えないかな。乙女の秘密ってやつだよ。何はともあれ、ありがとう隊長くん。
御影のところに行ってくるよ。コウさん、どうしたんですか？こんな時間にすまないね。少し話をしたいなと思って。話ですか？あ、こしらえのことでしたら、今いろいろ調べてまして、明日には何か別の方法は。それなんだけど、私と君で少し話をしないかい？なるほど、変わることへの恐怖ですか。それでこしらえをなじませることに躊躇が。うん、確かにそうですよね。こしらえが変わるんですもんね。私、その、今より状況が良くなるってことばかりで、良くなれば、そういう怖さも気にならなくなるって、そんなことばかり考えてて。ごめんなさい。いいんだ。私がちゃんと話せばよかったんだし。それに、御霊に合わせたこしらえにするという御影の考えは多分間違ってないと思う。私自身も今の自分の状態を見て、そしてあの原型をつけてみて、そう感じるよ。君は私たち御剣のことちゃんと考えていてくれる。君がこれだけ頑張ってくれてるんだし、次は私が頑張る番だよ。コウさん、こしらえの調整を続けよう。あのこしらえを私につけてくれないかな。次こそはうまくやってみせるよ。はい。ではつけますね。お願いするよ。行きます。馴染んできたら、あとは最終調整で完了です。よかった。そうだね、自分でも信じられないくらい馴染んでるのがわかるよ。最終調整は彫金などの細工も施しますので、完成には少しお時間をいただきます。他に気になるところがあれば一緒に調整してしまいますが、何かありますか？あるといえばあるけど、これは私の問題だろうからね、自分でちゃんと解決するよ。そうですか。そのこしらえの問題でなければ。うん、大丈夫だよ。御影はちゃんと仕事をしてくれている。さすがお花見衆専属家事士だね。ありがとうございます。それでは調整してしまいますね。よろしく頼むよ。さっき？ああ、ありがとう隊長くん、心配してくれて。でも御影にも言った通り、こればかりは私自身でどうにかしないといけない問題なんだ。それとも私をぎゅっと抱きしめて、俺が守ってやるって言ってくれるのかい？確かに今は二人きりだし、そういうのも悪くはないかな。そうはっきり言われるとこっちが照れてしまうよ。そうだね、隊長くんは知らないんだから、黙っていては心配をかけるだけだね。私はあのこしらえをつけている間中、
ずっと視線を感じていたんだ。そうだね、私にとっては間が月よりも手強い相手かもね。驚きすぎだよ。そいつはね、私を臆病者って罵る嫌なやつなんだ。そして私の弱点を熟知してる。でも勝てない相手じゃないよ。ま、任せてほしい。こしらえの最終調整が完了したら嫌でも退治しないといけないからね。それまではゆっくりさせてもらうよ。どうでしょうか。ずっと眺めてられるね。とはいえ細工の美しさに見とれていても話は進まないからね。早速で悪いけど、つけてくれるかな？はい。大丈夫だよ、隊長くん。それとも、そこで私の一矢まとわぬ姿を見ていくかい？みかげ、それじゃあよろしく頼むよ。わかりました。あとはこのめくぎを打てば完了です。うん、頼むよ。では行きます。そうやって少し離れたところからじっと観察するところ、本当に私とそっくりだね。安全なところから分析する癖でもついたかな。本心は胸の奥に隠したまま、茶化したりからかったり、それが居心地よかったのは認めるよ。だから自分自身が変わってしまって、みんなとの、隊長くんとの関係が壊れてしまうのが本当に怖かったんだ。でも力を手に入れるってことは、その責任も負わなきゃいけない。きっと変わらざるを得ないんだろうね。だから君はそこで私を見てるんだ。変わることを恐れる臆病者の私を。悪趣味だよね。でも残念だったね。みかげも隊長くんも変わることを恐れる私とちゃんと向き合ってくれた。城泉や桑名湖、明治館のみんなだってそれは変わらないだろうね。だから私が怖がる必要はないんだ。みんなの中で、みんなと一緒に変わっていく。ゴオさん、どうしました？ぼーっとしていたようですけど、こしらえ、会いませんでしたか？ああ、ごめん。大丈夫。すごく体に馴染むよ。よかったです。それじゃあ、隊長さんも呼びますね。隊長さん、もう入ってきていただいて大丈夫です。隊長くん、待たせたね。おかげさまでね。それよりも、何か言うことないのかな？そうだろうね。なんならこのまま二人でどこか薄暗いところにでも出かけようか。薄暗いところ？そんなところに行ってどうするんですか？
相変わらず隊長くんは釣れないね。そうかな。そうか。ねえ、ミカゲ、このこしらえはなんていう名前なんだい？名前ですか？ありません。はい。今決めてしまえばいいんじゃないかな。ミカゲが作ったものなんだから、好きな名前をつけたらいいよ。ませんでした。そうですね、天下神明こしらえはどうでしょうか。今の豪王さんの姿を見ていたら自然と頭に浮かびました。私もいい名前だと思うよ。ありがとうございます。さて、それじゃあ名前も決まったことだし、改めて二人きりでどこか薄暗いところにでも。ありがとう、隊長くん。これからもよろしく頼むよ。